西高須停留場は、高知県高知市崩島一丁目にあると佐電交通5面線の路面電車停留場。東停留場は1964年に新設された停留場である。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、向かい合って廃される。線路の北側にあるのが、五面町方面域のホーム、南にあるのが、針間や橋方面域のホームである。 五面線の軌道は国道195号に沿って敷かれ、南を並走する。隣の葛島京都を詰め停留場との間は専用軌道化されており、東停留場の先で軌道は国道と分かれる。北には量販店があり、買い物客の利用が多い。西高須橋停留所があり、以下の路線が乗り入れる。今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎。 2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABCD 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説。 日本の鉄道、2013年、37.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、292ページ。ISBN 978から4から794216151。路面電車は行く高知高知新聞社。 1998年86ページ。ISBN4 から875032684。ありがとうございます。